チェキチェキこんにちは、表参道ヘアアーティストあやまるです。今回は2023年最後の動画ということで、この1年の振り返り、来年の目標、そしてインスタグラムで募集した質問のお答えをしていこうかなと思います。今回の動画は本当にゆるい感じで見ていただけると嬉しいです。で、まずはこの2023年、たくさんの方の応援のおかげで1年間活動することができました。いつも応援してくださる皆様、本当にありがとうございます。この1年はファミニーの販売だったり、100万人登録達成、そして YouTube のファンフェスなど、たくさんいろんな出来事があったので、そのあたりについてもお話ししていこうかなと思います。まずざっと2023年1年間振り返ってみたいと思います。まず1月、特になし1月から特になしになっちゃったんですけど、2023年始まって、まあ1月はお正月休みいただいてゆっくりしてたっていう感じですね。まあ、あとは普通にお仕事も、美容室がメインで今動いてるので、まあ、1月もしっかり美容室させてもらって、で2月はアオレ2周年になりました。ちょうど私の誕生日の5日前ぐらいにオープンしたかな、確か。私の誕生日が2月の20日なんですけど、25歳でお店を絶対開きたいと思ってたので、そのアオレをオープンする時の2月の20日で26になっちゃうところだったんですね、私。なので26歳になる前に絶対にもうオープンしたいと思ったので、誕生日のちょっと前ギリギリでなんとかオープンしたっていう感じなんですけど、そんなアオレが20年になりました。いや、本当にいつもね、動画を見てくださる皆さんも来てくれたりだとか、昔から通ってくれてる、まだ私がね、もう本当こんなちっちゃい時からずっと来てくれるお客様もたくさんいて、もう本当に感謝しかないです。ありがとうございます。で、2月はニッシーのライブも行ってますね。すごい楽しかったです。そして3月がカミニーがパンって決まってきたところかな。ずっとなんだかんだ長い間商品を作るためにいろいろやってたんですけど、やっとここでパンってカミニーがちょっと固まった月ではありましたね。3月は4月に、そうだそうだ、毛髪診断士の講習とテストがあった2日間がありますね。本当に結構難しくって、教科書ももうよくわからない言葉いっぱい書いてあったりとか、私もともと勉強がすごいできるタイプではなくて大丈夫かなって思ってたんですけど、案の定やっぱりやばくて、ちょっとこれ必死に勉強しないとまずいなと思って一生懸命頑張りました。まあ4月もそんな感じで、で5月が続いてヘアケアマイスターの試験がありました。これもなかなかちょっと私はあんまり賢い方ではないので勉強が必要でしたね。でちゃんと受かってます、ありがとうございます。6月はなんかテレビのお仕事が多かったかな。カンテレのスロイジっていう生放送のお昼の番組と、あとジップと七色美容師さん出させていただきました。6月は梅雨時期だったから、やっぱりその梅雨時期に関する髪の悩みのことが多かったですね。そんな時に6月は100万人登録達成した月でございます、ありがとうございます。6月の後半ぐらいに毛髪診断士の結果が届いて合格したっていう感じですね。結構充実した月かな。なんか6月はすっごい予定がもうブワーって埋まってますね。こうカレンダーパンパンパンって見てるんですけど、6月はなんかすごいバッて埋まってます。はい、で夏ですね。4月プレゼントキャンペーンがありましたね。そうだ、一番忘れちゃいけない、カミニーの初販売ですね。もうこの時本当に覚えてて、一瞬で完売させてくれました、皆さんが、ありがとうございました。と同時に、その時にね、すぐに手に入らなかった皆さん本当にすいません。すっごいドキドキしながら大丈夫かなって正直思ってたところもあるんですよ。大丈夫かなって思ってたんですけど、すごく好評で本当に良かったです。で実際に使った方からのコメントだったりとか、お客様も使ってくださってる方多くて直接感想をいただくんですけど、本当に好評で、もう使い続けてなんかすっごい髪の毛柔らかくなったよって言ってくれたりとか、なんか人に褒められるようになったとか、もう第三者から褒められることが多くなったってお声をいただいて、本当に作ってよかったなって思いました。だってめっちゃこだわったもん。だからそれが伝わったかなって思ってすごく嬉しかったです。でね、 Amazon のランキングも8個ランキング1位いただいて、これ本当にすごいことで、 Amazon の担当の方もこんなのもう見たことないです、すごすぎますって言ってくださって、いやもう本当皆さんのおかげです、本当にありがとうございます。次8月ですね。8月特にない。9月にカミニーの再販、この時も在庫を完売させていただきまして、本当に皆さんありがとうございます。ここでやっと第1回の販売の時に買えなかった皆さんの手に届いたんじゃないかなと思ってます。まあ、この時もでも完売してしまったので、欲しいってタイミングで買えなかった方もいると思うので、本当にその時はすいませんでした。もうこれも再販できたのも皆さんのおかげで、本当にありがとうございます。と同時に、やっぱり本当にこだわっていいものを作ったのが、たくさんの皆さんの手元に届いてるのが本当に嬉しくて、もうこれからもいいものを手に取りやすい価格で皆さんのね、ところをお届けしたいので、
頑張ります。10月は本当にない。もう美容師を頑張ってましたね。きっと美容室いっぱい出勤して、まあ、細かい取材だったりポンポンポンと打ち合わせだったりがたくさん入ってはいるんですが、まあ、特に大きなことはありません。で次11月、こちらまたカミニの再販ですね。ブラックフライデーですかね。本当にギリギリの値段で販売させていただいて、もともとすごく手に取りやすい価格だとは思うんですが、もうさらにもう感謝の気持ちを込めてもうやっちゃえっていう気持ちでさらに安くさせていただいて、ブラックフライデー参戦させていただきました。でこの時もきっと皆さんもうさすがに全員にお届けできたんじゃないかなと思っています。もう今は在庫が完売っていうことはなくて、完売してしまうのが本当に申し訳ない気持ちでもういっぱいだったので、もうめちゃめちゃ頑張って在庫もう切らせないぞという気持ちでたくさん用意したので、今もまだ全然買えるので、亡くなった方だったりとかちょっと使ってみようかなって思ってる方はぜひチェックしてみてください。 Amazon にあります。であとは NHK の朝一さんに出させていただいてますね。で朝ドラ見てたらなんか知ってる声が聞こえてきたと思ったら、あやまるちゃんってなったっていうのをすごいたくさん言ってもらって嬉しかったです。もうロケと生放送両方出させてもらったんですけど、すごい楽しかったです。そんな感じで12月来ましたね。12月は ZIP さんにまた呼んでいただいて、クリスマスマーケットでヘアアレンジやっていこうっていう企画でやらせてもらいましたね。そして直近でありましたね、 YouTube のファンフェス。あんな人前に出ることなくってめちゃめちゃ緊張しました。でちょっと前にファンフェスの裏側アップされてると思うんですけど、ステージの直前の私の動画は私気づいてなくって撮られてるの。顔やばみたいな、めっちゃ緊張してるやんこの人って思うぐらい、なんかこんなってなってて結構自分で笑っちゃいました。あんな顔ガチガチになってたんだと思って。まあでも YouTube のファン別は直前までめちゃめちゃ緊張してたんですけど、出たらみんなのあったかい目線というかわーってやってくれてて、すごいほっこりして全く緊張しなくなりました。出た瞬間にレッドカーペットバーって歩いて、ヒカキンさんから金の盾いただいて、もうリハーサルの時からヒカキンさんはお目にかかっていたんですが、改めて近くで見て、あ、こんなにって私は心の中で思っていました。金の盾もらった後は楽屋に戻って、水溜りボンドさんの突撃の撮影だったりとか、一緒に撮影したちいりょうちゃんと坂丸ゆっけさん、ありがとうございました。ちいりょうちゃんすっごいもうめちゃめちゃ可愛くて、でも喋りがすごい上手、賢いなと思ってびっくりしました。坂丸ゆっけさんもすごい気さくに、もうなんかふわふわしててめちゃめちゃ可愛い人でした。で私がいつも見てる YouTube があるんですけど、あのジェラードンさんってお笑い芸人の方でいるんですけど、もうすんごい好きでめちゃめちゃおもろいんですよ。でいつも元気もらってて、もうすっごいファンで、もうお見かけして速攻走りました。いつも見てますって、あやまると申します、いつも見てますファンですってお声かけさせていただいたら、本当に気さくに、あ、ありがとうございますっていう感じで、もう本当に素であの感じなんだなって思いました。本当に尊敬してます。まあそんな感じですね、12月は。というわけであっという間に1年間ざっくりこんなことがあったよっていうのをお話しさせていただきました。個人的には1年間こうバーって思い出してみて、まあ一生懸命1年間走ってきましたが、なんかその前の年よりもあんまりバタバタせずにというか、結構割といつも忙しい忙しいっていう感じでバタバタバタって1年だったんですけど、まあ割と忙しさは変わらず、でも結構精神的に安定しているというか、そんなにバタバタでもはっていう感じはなかったかなって、あっという間に終わっちゃいましたけどね。だからやっぱ忙しさにちょっと慣れてきたのかなっていうのが、なんか自分の成長を感じてました、今こう見てみて。まあ、来年の目標は、あやまるとしての目標は、まあ、引き続き動画の投稿を続けていくことですね。やっぱりコツコツ続けていくことも正直あんまり簡単じゃなくって、まあ、動画をこうね毎日撮るためにはやっぱり体の健康も必要ですし、精神的な安定も必要ですし、そう、あとだから体調を崩さなかった、本当に全然それも成長したなって思いました。なんかちゃんと自分のキャパを見据えて、休むときはちょっと休んで、しっかり健康でいつつお仕事ができたかなと思います。来年も健康的に動画を投稿していきたいですね。人間ドックまた今年も受けに行ったんですけど、なんか今年は大丈夫な気がする。はい、であとは柴田彩菜としての個人的な目標としては、まあ、まずは健康でいること、であと本当にめちゃめちゃ個人的なんですけど、部屋を汚さない、これ結構私大丈夫かなって思ってる目標なんですけど、結構お部屋綺麗をキープするっていうのが難しい人なんですね。だからもう来年こそは1年間本当にいつ誰が来てもいいような状態を保ちたいと思っています。ちなみに今は見せられません、来年から1年間頑張りますって言ってる人は大体ダメなんだけどな、今から頑張ります。ということで、ここでインスタグラムで募集した質問の回答をしていこうと思います。もうすっごいたくさん質問いただいて、皆さんありがとうございました。
なんですけど、まあちょっと今回は厳選させていただいて5、6個答えていこうかなと思います。はい、じゃあまず1個目、美容師になったきっかけは何ですか？美容師になろうって思ったのがもう本当に物心ついた時からすぐで、幼稚園の時から友達の髪の毛アレンジしてたりとか、家で持ってる人形で練習したりしてたんですよ。で、人の髪の毛触るのが好きだし、可愛くすることが好きだったからですかね。で、その時からお母さんとかと一緒に美容室に連れてってもらって髪の毛切ったりしてたんですけど、多分それの影響も大きいのかなっていうのがあります。髪の毛触るのも好きだし、美容室に行くことも大好きだったので、もうその時からずっと美容師になりたいなというか、もう私は美容師になると思っていた感じですかね。はい、では次、美容師になるまで一番大変だったことは何ですか？これは正直美容師になるまでで大変だったことはあんまりなくって、美容師になってからのが大変かも。美容師になるまでのトータルとして一番大変だったのは、私専門学校の時から愛知から東京に上京してきたんですけど、一人暮らしが慣れるまでが大変だったかなぐらいです。学校も特にすごい大変だったなってことはなく、美容師になってからの方が、練習がすごい朝早くから行って、終電に間に合うか間に合わないかギリギリぐらいの時間まで練習して、睡眠時間ちょっとだけでっていう、そのサイクル、美容師になってからはそこが一番大変でした。めちゃめちゃ早起き、めちゃめちゃ遅寝の体のサイクルを作るというか、それが一番大変だったかも。特に1年目、もうあの頃には戻りたくないなって正直思います。だから美容師になるまでは大変だったっていうのは特になくて、美容師になってからの方が大変だったかなと思います。はい、じゃあそれに付随して次の質問いこう。もうちょっと美容関係が多いんですが、来年子供が美容師になるために専門学校に行くのですが、アドバイスあれば教えてください。学校自体は目の前にあることをこなせば大丈夫です。正直専門学校から美容師になった環境の方が結構いろいろ厳しかったり大変なことあったりするんですけど、そこまでは、まあ、今話した通りそんなに大変なことはないです。で、私が美容師に実際なってみて、専門学校とかの時にやっといた方が良かったことなんだろうなって考えたら、友達とか人脈をちょっと広げておくとすごくいいかなと思います。なんでかっていうと、美容師になった時って結構練習するためにカットモデル、カラーモデルっていうのが必要になってくるんですね。なので美容師になった時、私の同期でもすごい友達がたくさんいた子は、そのカットモデルさんとかカラーモデルさん呼ぶことが全然大変じゃなさそうだったというか、まあもちろん大変なんですけど、友達が多ければその分カットモデルさんとかカラーモデルさんとしてすごい呼べる人が多くなるので、友達たくさん作るのってすごい大事なんじゃないのかなって今思いました。で、私愛知から東京に上京してきたので、もちろん周りに友達がいないわけですよ。だからそのカットモデルさんとかカラーモデルさんを呼ぶのにすごい時間がかかってめちゃめちゃ大変で、まあ、だから美容師のお休みの日とか営業前とか営業後、すごい遅い時間とかすごい早朝なんですけど、外に出かけて駅前で声をかけて、すいません美容師やってるものなんですけど、カラーとかやらないですかとか、カットモデルさん募集してるんですけどっていう声かけをずっとやってて、まあ、やっぱり友達がたくさんいた方がもう LINE 一つでモデルさん募集できたりとかしたので、友達をたくさん作るっていうのがいいんじゃないかなと思いました。で、あとはやっぱり専門学校で友達たくさん作っておくと、将来美容師になった時に美容師友達がすごいブワーって増えるわけですよ。で、その時にやっぱり美容師の友達が多い方がいろんな情報が入ってくるので美容師に役立ちます。なので美容師になる前の専門学校でどの授業を受けた方がいいのかとか、何を頑張ればいいですかっていうのはあんまりなくて、目の前の授業をちゃんと受けることだったり、先生の言うことちゃんと聞くっていうのが大事なんですけど、それよりも私は美容師になって思うのが、人脈を広げておくっていうのがすごい大事なんじゃないかなって思いました。友達がたくさん多ければ将来美容師になった時にすごく自分にいいことがたくさんあるんじゃないかなと思います。はい、じゃあちょっと次行きましょう。サロンで使ってるヘアバーム、どこのおすすめのヘアバーム何ですかっていう質問めちゃめちゃいただきました。でも多分これちょっと前に私がインスタでこの謎のバームを出したからかなって思います。で、きっと今この動画が出てる頃にはこのバームについてちょっと詳しいこと動画も出てると思うんですけど、これですね、サロンで使ってるバーム、これとあと N ドットのバーム置いてます、サロンには。で、おすすめのバームはもちろんこれです。じゃあこれ何っていうお話なんですが、これは私が作っているバームです。これめっちゃいいの、本当に。じゃーん。なんか見た目で言うと、なんかすごい透明っぽいけどこれバームなのって思うかもしれないんですけど、バームなんですよ。シアバター系のバームが多分世の中には多いんですけど、私はスクワランタイプでバームを作りました。だからほらこんな感じでちょっと透明なんですよ。いい匂いだし、バームってさベタベタするもの多いじゃないですか。なんですけど、もちろんしっとりはするんですけど、変にベタっていうのが残らないので、ハンドクリームとして使ってもいいんじゃないかって思うぐらいめっちゃいいです。
まあメインは紙ですけどね、手に残った残りのやつはもう手にこすっちゃえばいい匂いのハンドクリームになるんで、あとリップにも使えます。まあ、詳しいことはまた動画で説明しますのでお待ちください。はい、では次、ヘアオイルの開発予定はありますか？これはまあ結論から言うとはいでございます。もちろんもうどのヘアケア商品、どの美容商品でも私が一番納得するというか、いいものを作りたいと思ってます。いい商品を作ったらみんなが手に取りやすい価格でお届けして、みんなでハッピーになりたいなと思っているので、ヘアオイルに限らずいろいろやっていきたいなと思ってます。ちなみに今ヘアオイルもちょうどサンプルなどたくさん見ていて始まっているところなので、こだわり強いので時間はかかっちゃうと思うんですけど、楽しみにしててください。はい、じゃあ次、1日30時間になったら何をしますか？まあ、これはぶっちゃけ遊びたい、こういう遊ぶっていうよりかは自分の娯楽を楽しみたいじゃないですけど、1日30時間あったら、まあ、毎日プラス6時間あるってことじゃないですか。今は結構仕事でパンパンなスケジュールなんですけど、まあ、今の状態の忙しいスケジュールを全部前倒しにして後半に空きを作って、そこでちょっとリフレッシュ休暇取りたいなぐらいな感じですね。1日30時間あったらでも結構ゆとりができるというか、心のゆとりもできそう。もうできることなら本当に1日30時間になってほしいですね。じゃあ次、よし頑張ろうっていう時に聴く曲はありますか？これはね、多分皆さんご存知、私は最強っていう歌。よし頑張ろうっていう時は、その私は最強を聞いて、もう私は最強なんだ、もう私はもう最強なんだって思って気持ちぶち上げて頑張ることが多いです。だから朝聞くことが多いかも。美容室に行く途中のその出勤時間でガチで毎日聞いてるかも。職場に着くまでの時間で聴けるプレイリストを作ってるんですけど、その中に入ってるので毎日聞いてます。では最後にしようかな。これぶっちゃけめちゃくちゃ多かったというか、もう大半みんなこの質問なんじゃないかって思うんですけど、やっぱり気になりますよね。あの恋愛系ですよね。彼氏いますかとか、結婚願望ありますかってめっちゃ多かったです。まあ、正直彼氏がいる彼氏がいないどっちでも発表するのもなんか恥ずかしいじゃないですけど、そんな器ではないというか、あんまり好きじゃなくて、二人の関係がちゃんとしたらというか、まあ、付き合う付き合わないって正直口約束じゃないですか。だからそれがちゃんと結婚しましたってなって、ちゃんと二人の関係にその公式マークがついたら発表してもいいんじゃないかなっていうのは思うんですけど、まあいるいないにせよ、わざわざ動画で彼氏いませんとか彼氏いますって言う必要はないんじゃないかなって私は思っていて、まあきっと YouTube やってる方でも、まあカップルでやってる方とかはねもちろんいいと思うんですけど、わざわざねこういう人が言う必要もないのかなみたいな。まあもちろんもし結婚するとかなったら、その時は私は普通に言いたいなとは思うんですけど、なんかそこまではわざわざ言わなくてもいいんじゃないかなと思うので、まあここはまあそんなに深掘りせずいきましょう。まあ、結婚願望についてはもちろんあります。まあでも本当に私のこの結婚願望も波があってですね、一時期はしたくないって思ってました。なんかできたらいいやとかじゃなくて、したくないって思ってた時期があるんです。自分の好きなことだけやって自分の好きなように生きていくぜって思ってたんですけど、今はあります。変わりますね。やっぱり周りの友達もどんどん結婚していって、幸せなオーラがすごいというか、素敵だなっていうのがすごく伝わってくるので、やっぱり憧れますよね。はい、ということでプロポーズお待ちしております。なんか長々と喋っちゃいましたけど、もう今日はね何の参考にもならない動画かもしれないですけど、ゆるい気持ちで見ていただけたらいいかなと思います。はい、ということで改めてにはなりますが、皆さん2023年1年間本当にありがとうございました。皆さんのおかげで私も1年充実させることができました。もうみんなで一緒に髪の毛きれいにして可愛くして、もうハッピーになっていきましょう。では皆さん良いお年を。また私の公式 LINE のお友達追加もお願いします。追加特典として期間限定で5つの限定動画と私が出版した書籍の一部を無料プレゼントしています。お友達追加方法は概要欄のリンクからか、もしくは固定コメントのリンクから追加することができます。この機会にぜひ LINE のお友達追加お願いします。はい、ではまた次の動画でお会いしましょう。じゃあねー。